はい、川崎敏夫です。はい、今日来ました、ここスカイブリッジじゃないですか。どうしたのこれ。ついに、うん、沖縄ロケ決定しました。沖縄ロケ、ちょっと待って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 、はい、こっから空港ってこと？マジ？お、何の用意もしてないよ。手ぶらそうで。お、手ぶらだよ完全に。沖縄気分を味わってもらいたいなと思って。いや、まだ川崎じゃん。いいですね。おこれさ、ブルーのサングラスなんだけどさ、はい、これつけるとやっぱ黄色になるんだね。もうこの格好で全然行っても大丈夫ですよ。いや、行っちゃおうよもう。行っちゃおう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 。だって3時間だったら沖縄ポンってなもんでしょ多分。せーの、おい、やってきました。はい、やってきました。いや、あのさ、川崎なんだよ。まさ、後ろ見てください。いや、沖縄フェアじゃんこれ。インチッタラチッタデーラですよ。全然嬉しいけどさ、沖縄気分からのだよ。いや、しかもさ、だいぶ恥ずかしいって今。だいぶ恥ずかしいから。今回この沖縄フェアっていうので久米島の食材を使用した久米島グルメフェア、うん、なるほど。それとですね、激辛グルメンソーレ、あ、こっちね、はい、これ同時開催を、まあ、今回やってるってこと。そうなんです。なんかちょっと嫌な予感がしてきた。で、今回、うん、企画なんですけど、当たれば天国、外せば地獄。あ、もうだからもうこういうことでしょ。だからあ、もう今こういくか、こういくかってことだよね。だからね、要はね、久米島パインジャムでミルクレープ、これうまそうだね。匂いがね、ちょっと目が痛い。カロライナリーパーという世界で一番辛いと呼ばれてる。あの恐怖心が出てくるんだ。はい、沖縄グルメが食べられる、うん、ファーマーズテーブルマザーさんでございます。はい、前にアイスクリームちゃんと来た時に、はいはい、ヒントを聞きに来たのか。突撃でマザーさんがヒントを聞きに行ったとこですね、はい、なるほど。サラダがメインってことですもんね。一応メインです、はい、メインでクレープがあるってことですもんね、はい、人気ランキング、はい、トップ5こちらでございます。サラダがメインっていう姿勢じゃん、はい、ってなるとさ、ちょっとここやっぱ消えんのかな。初めて来たお店、だいたいおすすめとかそのお店の名前の入ったメニューを選ぶと思うんだよね。なるほど。って考えるとね、まあ基本ここだろうねっていう、まあ一番オーソドックスな。もう店員さんもちょっともう、んですよもうっていう感じ出ちゃってるもんね。次、こちらが、はい、久米島パインジャムのミルククレープです。久米島のパインジャムのミルククレープ、はい、これうまそうだね。そうそう、だから当たったらこれが食べられるってことだよね。そうです、うん、こちらの料理が、はい、沖縄のソウルフードのポーク卵を使ったクレープになります。はい、うん、激辛なので辛いソースがたくさん入ってる。この辛さって唐辛子の辛さなんですか。唐辛子の辛さです。だいたいこう10段階でいう辛さどれぐらいなんですかね。10あったら多分8ぐらいは。あ、もうやっぱじゃあ激辛食べました。私はちょっと食べてない。早速行ってみましょうか。行ってみましょうか。ファーマーズテーブルマザーさんの人気メニュー第1位は、マザーサラダ。せーの、じゃん。ほら来た。ほら来た。そうだよ、だってマザーさんだもん。はい、まさに見事正解なんで。正解。久米島パインジャムのミルククレープ召し上がってください。やった。うまそう。いただきます。沖縄グルメ間違いないね。うん、このなんかサクサクしてるの美味しいですね。これ、これが黒糖です。黒糖、はい、まあ言ってもだと思うんだよ。あ、もう来た。早っ。いくつだ、やばいやつ。あ、来た。
ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、まさかここが、はい、来ました、有明さんでございます。有明さん、なんかいいですね、雰囲気。いや、もう超おしゃれですよ、店内。もうなんか期待大だね、これ。期待大です。はい、いただきます。こちらが、おお、地獄沖そばって言いまして、辛さの秘訣として、沖縄の島唐辛子と、カイエンペッパー、あと山椒がふんだんに。おお、もう匂いで来てますね、これちょっと。おお、これはもう匂いだね、ちょっと目が痛い。そしてこれうまそうだね。すごい。こちらが沖縄グルメフェアの久米島産車エビの濃厚パエリア。最高じゃないですか。うわ、めちゃめちゃうまそう。こちら真ん中に乗っていますのがニョラと言いまして、パプリカの一種なんですが、香り付けのもので。どっち食べたいですか？いや、それはこっちですよ。いや、だってもうちょっとね、匂いで目にくる。有明さんの人気メニュートップ5はこちらです。いや、これ難しいな。ちなみにお店って客層的にはどうなんですかね？客層的にファミリー層なんですか？どうですか？ファミリー層が昼間多くて、やっぱり夜は会社員の方々が多いってことですか？あー、1位にポテトもないかなって感じがしちゃうんだよね。やっぱサイドメニューな気がするんだよね。やっぱさっきね、店員さんもおっしゃられてたファミリー層もいて、夜は会社員の方が来るって考えた時に、この両方を占めてるのがこっちな気がするんだよね。で考えると1位はブラッテン、マルゲリータ。いきますよ、3、2、1、ギュッ。うわー、いいなー、マジ。こちら確定でございます、ね、あー、デン、お、ドン、あ、これせーの、ドン。わー、そっか。クリスピーって名前なんですけど、うん、そんなに辛くもないのでお子様でも食べれる。なるほど。でもめちゃめちゃうまそうだよね。そうっすね。うーわ、すっごっ。じゃあいただきます。わー、美味しそう。よく絡むね。いただきます。あ、これダメだ、これ。あ、ダメ、これ味うまいのに。あ、これはダメだよ、これ。これダメなやつ。ダメなやつだよ、これ。あ、ちょっと待って、あの恐怖心が出てくるんだ。うん、いや、ほんとやばそう。うん。あ、これはダメなやつだ。肉いってみようか。あ、肉いってみましょうか。あ、うまいな、これ。あ、ダメだ。マジ、ヨーグルト入れてる間大丈夫だね。おいしそう。あ、すげえ、うまっ。パエリアってこんなおいしいんだ。結構うまいか。おお、よし、認定。じゃで、くっちゃねさん。はい、くっちゃねさん。ネーミングが最高ですね。はい、あ、くっちゃね、くっちゃねですよ。なんかこういうお店いいよね。あ、持ちたい。おっと、なんか持ちたい、こういうお店が。人気メニュートップ5、こちらでございます。ドーン。これはね、めちゃめちゃ難しい。沖縄グルメがこちらでございます、はい、ありますね。
久米島海ぶどうのだし巻き卵、これはもう間違いない、美味しそうですね、うん、下は沖縄豚の肉巻きおにぎりバックから大当たりありってこの3つの中に1個だけ辛いのかな、そうですねっていうことだよ多分ね、はい、まあ、ロシア的なあれですかね、そうだね、はい、っていうことはなんか外れてもこの中で3分の1当てなければなのかそういうのもあるかな、これはめちゃめちゃ難しいよ、ここの2つのメニューが被ってくるんすよ、ってことはだよ人気メニューな気がすんのよ、あなんかこの雰囲気でだし巻き卵かと思ったんだけど、はい、この鉄板っていうのがいいよ、なんかね食べたくなるというか、うん、これも鉄板の肉巻きでしょ、これこれ絶対人気じゃん、これ絶対うまいじゃん、でまたねこの出てきたの究極のサイドメニューと言われてさただ俺この中で一番そそるのはここなんだ、イカゲソなんですね、イカゲソバター醤油炒めかバターと醤油のさミックスがこうもう出てくるもんね、この唾液からね、たまんないですね、たまんないっすねこれね、これはね超迷う、ね、1位か2位に来そうな気がするんだよ、はいはい、消去法でこれ違うってやつからめくっていきます、あそうしようか、うん、あじゃあじゃあここで言っていい、ここない、はい、気がする、ベン3位でも3位で3位で来たここマジ、あーこれは迷うねこっから迷うね、これいってみようか、お肉巻き削ってみようか、削りますかね、いきます、せーのドン、おおあぶねって考えたらだよここ超危ねえじゃんあっそうでこれが5位になるのかな、じゃあせーのバン、ほら究極の2択きたよ、もう裏行くしかねえな、正直1位こっちだと思ってんの、あなるほど、その裏行ってみようかなんじゃ、だからこっちが4位っていう、こっちが1位、はい、バラペン、うわー裏行ったー裏行ったー踏んだり蹴ったりだ、残念こっちか、あうわでもこのロシアンルーレット系のさ1個あるんでしょ、これこちらが激辛グルメソーレの沖縄豚の肉巻きおにぎり、お一つ大当たりでございます、はい、大当たり、はい、この中に一つだけキャロライナビーパーっていう、キャロライナビーパーっていう世界で一番辛いって呼ばれてものが何なんですかそれは、唐辛子、唐辛子ですね、2つは本当に美味しく召し上がっていただきます、普通の2つは大当たりでございます、なるほど、はいというものになっております、先に謝っておきます、怖っ、こちらは、久米島の海ぶどうを使った当店でも人気のだし巻き卵、はい、こちらにあふれんばかりの海ぶどうが入ってるんです、中に、はい、入ってあ中に入ってるんですね、これ、はい、入ってそちらを鉄板で焼いて巻き上げさせていただきます、おいしそう見た目じゃ分かんないもんね、全くその中にあのご飯がもちろん入ってるんですけど、そのご飯と混ぜ合わせたいやもう分からないわ、分からないときは一番なんか大きそうなやつ行ってみる、うん、ロシアン肉巻きいただきますセーフセーフうまいっすか、うまい、あらどうせなら行ってみる、どうせなら行ってみましょう、いただきます、どうぞ、2つ、すえじゃあこれってことか、じゃあ行っとく、行っときます、ちょっとでも、ね、怖っ、うわじゃあいただきます、あれ結構平気、あれ
あれこれあれ全部美味しいな。え、ちょっと待って、え、うん、美味しい美味しい、一つ目に選んだやつ美味しいでしょ。うん、美味しい。あれあれ入ってます、本当に入ってます、入ってます、本当ですか。ちょっと1個目食ってみて、まあ、確かにピリピリとは来てるけど1個目です。うそ。もう舌がバカになってんだ。あ、じゃあ一発目当ててたんだ。よし、ドーンと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お腹の具合がっていう。ただやっぱ2品いただいたけど、あの味は美味しかったから食べちゃうんだよね。強烈だったね。いた、ここにいたよ。まあでもさ、こう沖縄の空気感を感じれる、そうっすね、うん、まあ、お料理もいただけるっていう、うん、このフェアが4月の10日から5月の14までぜひね、川崎のラッチタデッラ、この川崎ならではのね、沖縄フェア楽しんでみるのいかがでしょうか。以上、川崎ジョジョでした。バイバイ。あ、お、また、スウェーでした。はい。最近どうよ。レーサーになってみたい。ドリフトとかやりたい。そんなに、はい。最終的にカートを買いたいんですよ。チューチュートレーンとかがしんどくなってきた時期があって。そうなんですね。ウォウォウォっていうのがめちゃくちゃスニーカーとか大好きじゃないですか。本当に一時期1日に1足届いてた。松本敏夫、改め川崎敏夫、みんなで川崎を盛り上げていきましょう。